この動画投稿時現在、公式様より無料公開されております。未読の方は概要欄にリンクを貼らせていただいておりますので、読後視聴されることをお勧めいたします。16P ですぐ読めます。今回は、エスパーマリノ様、ドックを読んだんだけど救いがなさすぎない、と困惑するみんなの反応集をご紹介します。それでは、どうぞ。救いがなさすぎない。ただ高畑さんは最高にかっこよかった。新聞燃やすとこもいいよね。顔は間違いなく偽ジャイアンなのにこのかっこよさは何なんだ。県境のしんちゃんママが何の報いも受けない胸くそ。致し方ございまんでしょ。じゃねえよ。罰ございまんまるございません。この人個人が問題なわけじゃないからな。あくまで社会問題となっている一部であり、それに巻き込まれたけどなんとか切り抜けられたよ。以上の話にならないのがギター。マミは超能力が使える以外は普通の中学生だからちょっとした悪人なら退治できても社会の歪みまでは正すことができないのだ。狂犬病の予防のために野良犬の駆除が徹底されたんだよね。よその国での野良犬の被害の話を見ると日本がマジにそういうのほとんど聞かないのはすごいことなんだなって。良いことかどうかは知らんけどね。これが当時の最終回というギターエンド元ネタはアメリカで社会問題になっていた話らしい。救いがないとか屈指のうつ話とかめっちゃ言われてるから途中子供と野犬が再会するシーンでえらいことになるのかと思った。救いがありそうであるわけがないよね。そら、マビが骨董をかき混ぜてゆっくりしていけるんでしょというコマなんてことないんだけど親密感があって好き。しんちゃんのママいきなり、あなたのお嬢さんのせいですよ、どうしてくれるんですか、なのたせめ思考でやばい。チビを捨てたのはすでに終わった話で、渾身一が山に行ったこととは何の関係もないから本人の中ではな。上層教育の名目で短期間ペットを飼って捨てるのリアルにもいるんだろうけど、マジでグロテスク。上層教育という言葉に踊らされて本質が何も見えてないんだよな。へえ、昔はそんなんがあったんだなってググったら2022年の記事が出てきて、最近でも全然怒ってると知った。そりゃそうよ、コロナでステイホームになって暇だからペット飼ったけど通常の生活に戻ったから捨てる奴らとかニュースになってた。そんな最近もあるんか。人が犬を飼い、それを捨てる人間がいる限り永遠に終わらんよ。そもそも短期間だけ犬を飼って捨てるのは子供の上層教育によろしくないのでは？日本って狂犬病とか地方病山梨とかほぼほぼ根絶できてるのすげえよな。現代の目で見ると捨てといて上層もクソもあるかよ、このアホ毒親。だけど当時はまだ動物は物扱いの時代だったからな。この辺りの意識変化の話はシーバ編集の人が書いた平成犬バカ編集部に書いてあって面白かった。昭和価値観で言うと、海に旅行に行くとき子供のためにサーフボードを買ってあげる親、帰る時にもういらないから捨ててきたぐらいでしかないんだよな。犬が戦いに巻き込まれて死にました。新しい犬を買ってハッピーエンド、これが当時の作品では当たり前の価値観だったからな。他の漫画で探偵があの子供に犬が殺されたのよって訴えられても、たかが犬くらいで何怒ってんだおばさん、めんどくせえみたいな雰囲気のシーンあったな。動物愛護団体があれこれ言われたりするんだが、根っこのところは昔ペットや野生動物に対してあまりにも無理解な行動をとっていた人間がたくさんいたから作られたってとこもある。高畑さん、終盤は言うまでもなく男前なんだけど、中盤のマビの手料理を覚悟して食べる決意を固められる時点で男前な人だよね。さすが綺麗なジャイアンを成長させたようなビジュアルにもかかわらず、当時の幼女たちの初恋を奪っていった男だと聞く。一応ガールフレンド及びマナ娘が手ずから料理を振る舞うというイベントで、これであるこのナチュラルに畜生な物言い、いかにも F 先生のギャグって感じよな。いろいろひどいんだけど極めつけの北に笑ってしまう。マミの父親と二人で大歓喜しているのがね、それでも一応食えるレベルなんだが。このありさま見てるし、ギャグの倒れ方じゃないんよ。マミ君は自分で味見してぶっ倒れて、なお料理を作るのを諦めないけうなめしますキャラ。身体張ってまで向上しようとしてるから、そりゃ高畑君も拒否できんよな。
仮にチビが別荘で待っていたとしても失しって追い払おうとして聞き分けのない犬にまつわり疲れて困っている被害者ってスタンスを取りそうだよな。実はエスパーマミは原作読んでないからなんでこの小太り兄ちゃんが人気あるのかわからなかったけど高畑さん最初から最後までかっこいいやんけ。アニメだと声は Z ガンダムのアポリー、トーレスの人でイメージぴったりあった。16P なのに号泣しちゃったんだが犬飼ったことないのに再会できて嬉しそうな犬の表情やめてくれ。高畑さんは嘘をつくのが嫌いなのにマミに知らせまいと優しい嘘つく最後のページが好き。実は何も嘘はついてないのだ。まずはマミコーが元気になってからだよって先送りしてるだけで、無論元気になったら嘘ついてでも隠そうとするのは間違いないが、最後のやるせなさを一人で背負った高畑さんに泣いた。チビは捨てられたのに仲間を見捨てないのな。ペロペロするチビ好き。チビの再会を邪魔しないで見守る周りの犬たちも好きなお。一コマへのコマのチビの表情を見ると涙が出る。チビはしんちゃんのこと覚えてたんじゃなくて直前までしんちゃんを敵として襲うつもりで飛びかかったのに、敵いなく抱きつかれたことで思い出したのが伝わってくるんだよ。一年しんちゃん病気で来れなかった間どう過ごしてたんだろう。ご主人を待ってた時もあったんだろうなと思うと泣いてしまう。もうここでハッピーエンドでいいじゃん。号泣。犬もかわいそうだがしんちゃんもかわいそうではある。今でもペット捨てるとかそういう問題あるもんな。この時代よりはマシになったかもしれんけど。当時は犬も猫も専用フードは贅沢品。残飯と牛乳で10分なんて感じだからな。去勢はかわいそう。というわけで野犬は増える。なお飼い猫は完全野生化できるが飼い犬は難しく、餌を求めて人里に出たり人間を襲うから危険。野犬問題と犬のけなげさとやるせなさ、高畑さんの気高さと優しさなどなど、16ページってほんまか。藤子 F 先生ってやっぱり天才だわ。アニメ版も傑作でおすすめ。監督原圭一で音楽田中康平、それがどう素晴らしいかを解説したコラムもあるので見終わった後にぜひ、サマードップ、アニメ、解説とかでくくれば出てくると思う。ネタバレになるかもしれないけど、アニメだと最後の飲み物は高畑さん手作りのコーンスープなんだよね。懐かしい。燃やしたのを何も言い訳せずすみませんで泥をこむる高畑さん、男前がすぎる。まだ中学生なのにできた男だよね。中学生？精神的にできた男すぎる。てっきり高校生かと。やっぱり F 先生の真骨頂はこういうのだよなって。16ページしかないのに短編小説を読んだような気分。改めて F 先生の漫画の凄さを感じた。高畑さんで霞むけど貧血になるまで輸血してみんなを守るマミちゃんもかっこいいな。朦朧としてる時も犬心配してるし、だからこそ結末が重いんだが。拡大するとしんちゃんと別れる時の犬の表情、なんとも言えない辛さがある。エスパーマビのことタイトル以外知らなくてもこれ単体でちゃんと読める構成してるの冷静に考えてやべえな。高畑さんという綺麗なジャイアンの魅力が詰まりすぎている。高畑さん確か勉強もできるんだよな。うろ覚え、昭和のスパダリか。普段は努力して勉強してる人に悪いからってわざと何問か間違えるようにしてるのに、風邪ひいた時はぼーっとしてうっかり100点取っちゃったんだよね。めっちゃ記憶力いいわね。瞬間記憶能力も誓ってレベルだからなし。高畑さんの膝に寄りかかってるコンポコかわいいな。下り坂だけの山はないものかね。というさらっとした先生のユーモアも好き。しんくんとチビが和解できたのがせめてもの救いなんじゃないかな。昔の漫画で女の人をくんづけで呼ぶのちょっと好き。どういう意味があったんだろう。当時の知的なインテリの継承みたいなもんだったんじゃないかな。なるほどな。テレポーテーションガンも高畑さんのお手製だしな。勉強もものすごくできるけど、何より人間ができすぎてて人生何周目かと言いたくなる。この話を読んだ子供が犬を捨てることはきっとないよね。完成度といい素晴らしい話すぎる。高畑さん漫画連載時に14歳だったと考えると、現在では定年退職したかしないかくらいの年齢かな。優秀な学者か官僚かビジネスマンになってそう。しんくんが親に似ず犬を大事に思う子に育ってるのはいいんだが、それはそれで後々に真実を知った時なんで、無理やりでも連れて帰らなかったのか悔やみそうだな。カゴメちゃんが中学生だった以来の衝撃。
新ママの言い分にマミのパパはそれはひどいなぁと返してるし、時代による温度差はあっても飼ってる犬を捨てる行為はどの時代でも非道で無責任な行為なんだ。16部で過去回想もあって社会問題提起もあって余韻まであるのなんやねん。回復した後に駆除されたことを知ってマビが悲しむ姿が容易に想像できるけど、それを読者に任せて描いてはいないのが一層辛くなる。何にせよやるせねえよ。時代だったんだろうけど、別荘にいる期間だけ犬を飼う上層教育って何なんだ。今でも野犬の被害があるし、昔はおっかねえなとも言ってられないという。高畑さんの前世と犬のけなげさと結末の大人な感じが一気に襲ってきて、どうしたらいいかわからん。エスパーマビは主人公が中学生なこともあって対象年齢を高めの話が多いのよね。有名なシーンだとこれとか。多分ドラえもんだったらサマードッグはチビとしんちゃんが和解した後、ドラえもんが道具で危険のない場所に連れて行く END だったんだろうな。辛い話にあれだけど、チビちゃん大型犬だったのかって思った。それこそ子犬を飼って小さいからチビって名付けたんだろうね。犬は3ヶ月でめちゃでかくなるからな。どうせ大きくなる前に捨てるからいいんだよ。くねえよ。猟友会の人過酷すぎ。こういう大変な仕事あっての狂犬猟根絶なんだろうな。嘘が大嫌いな高畑さんだからこそ最後のシーンがグッとくるんだよな。しんちゃんはチビと別れる悲しみを経験して、高畑さんは嘘がつけるようになって2人とも少し大人に近づいたんだけど、それは2人に大切なものができたからこそ起こったことなんだ。嘘かまことか、のび太とデキスギくんのポジションをマミと高畑さんに置き換えて作劇しているという噂もあったよね。ドラえもんの代わりにエスパー能力で。チビは責任感を捨ててしんちゃんと一緒に行けばよかったのかな。いや、マンション済みだし無理か。いや、でもしかししんちゃんがことの顛末を知らずにいてほしい。すべてのペット俺の知らんところで幸せに暮らしてくれ、頼むという祈りしか残らなかった。目をそらすしかできんよな。チビちゃんは飼い犬から野良犬のてってん取るポテンシャルあるから、ディズニー映画ならハッピーエンドだった。ワンワン物語あたりのドラえもんなら捨てられた犬猫たちは救えたけど、根本の社会の暗部まで跳ね。これはこれでかなり好き。のび太のことを神様として祀るほどに一話のび太に感謝してたし、好きだったんだよな。そしてそのことをのび太は知らないままというのも、いくばくかの切なさが感じられていい。高畑さんがマビのために嘘ついて締める話ってかなり序盤の別の話でね、この話ってそれとは違う気がするが。別に嘘はついてないからな。サマードッグだと、ただし優しいごまかしをさりげなくかつ全力で言ってはいるので、そこら辺はもう嘘と呼んでもええやんとなる人もいるとは思う。楽しそうに全速バタつかせてるコンポコが癒しだな癒しだな。ほぼ全滅だからチビだけでもって思えるのが辛いデモンじゃったんだろうな。愛を取り戻してなお仲間を見捨てられなかったリーダーが仲間が殺される中、真っ先に戦わないわけないんだ。マビは身近にある社会問題や人の悪性を提示しつつも、関われるのはあくまでも個人程度の領域までで、あんまり大きいことは解決できないところが話のミソでもあるからだけど、マビのまっすぐさとちょっと強引なおせっかいさと、高畑さんのブレーンと思慮深さと、時折現れる年相応の感じとかが相まって読んでてかなり楽しい。本当に2人のキャラと掛け合いが良い。高畑さんがめちゃくちゃ頭いいのが読んでてちゃんとわかるのがすごいよな。F 先生も A 先生も犬を飼っていたそうだから、思い入れがあるんだろうな。